始めるわよ。はいはい、今日はどんな会議なの、ココロン？こうして私たちを集めたということは、儚い知らせを期待してもいいのかな。だといいんだけど。とってもハッピーなお知らせがあるからすぐに来てなんて言って、私たちを集めるときは不安しかない。あら、どうして？どうしてって、あんたがそういうときは大抵とんでもない話でしょうが。この前急に集められた時は山登りがしたいとか言って、よくわかんない山奥に連れてかれたりしたじゃん。その前はみんなで花火をするために花火大会を開催することになったよね。あれは楽しかったね。今更言うのもなんだけど、いろいろおかしいでしょ。でも来てくれたお客さんはみんな喜んでたし、よかったんじゃないかな。それだけが救いです。それでそれで、ココロンの持ってきたお知らせって何？それがね、私たちお祭りにお呼ばれしたの。お祭り？ええ、お祭りでライブをしてほしいってお願いされたのよ。わあ、すごいよ、ココロン。お祭りでライブするの初めてだよね。にぎやかなお祭りをライブでさらににぎやかなものに。ハロハピにふさわしいオファーじゃないか。うん、楽しいライブになりそうだね。うん。美咲ちゃん？あ、すみません、ちゃんとした話だったから拍子抜けしちゃって。でもお祭りの出演依頼なんてどこから来た話なの？お友達のにっこりおじさんからよ。お友達のにっこりおじさん？すっごく笑顔になれそうなおじさんだね。それはそれは笑顔がチャーミングなおじさんなんだろうね。誰だろう、そんな人今まで会ったことないよね。私も知らないですけど、名前から察するに町内会のおじさんかな。はぐみたちがバンド活動を頑張ったからお祭りに誘ってもらえたんだよ。笑顔パトロール隊として数々の笑顔を守ってきたからね。ああ、音楽じゃない方のバンド活動ね。街をきれいにしたり、迷った人の道案内したり、子供たちと遊んであげたり。私たち本当いろんなことやってるな。でもお祭りに呼んでもらえたのはきっとその活動のおかげだよ。街の人たちと話す機会が増えたし、ハロハピのこともたくさんの人に知ってもらえたんじゃないかな。そう考えると思ってた以上に意味のある活動だったのかも。みんなの笑顔を守る、とっても意味のある活動よ。うんうん、いろんな人の笑顔が見れてはぐみ嬉しかった。まあいいけど、というかどんなとんでもないこと言い出すのかと思ってたから、お祭りの出演以来で安心したよ。お祭りでライブなら、あ、せっかくだし家族を呼んでみようかな。すっごくいいと思う。はぐみも父ちゃんと母ちゃんと兄